世界有数なんですよね。こんだけ政府総債務が年率でですね、20年間も毎年 17% 伸びたなんていう時は他にはちょっとないですね。それ次は韓国ぐらいなんですけども、日本はどこだっていうとですね、この表はですね、主要国に限ってるんでこの場所になるんですけども、小国は結構国債に頼って経済成長させようとするんで、この辺りに全部来てしまうんですよね。だからちょっとここに書いてあるんですけど、日本の政府の総債務比率は109カ国中の91番目で、まあ、教えた数えた方がずっと早いぐらい、まあ、緊縮やってるということですね。で、中国の政府債務の伸び率は世界有数なんですけども、まあ、ちょっと、まあ、おっしゃるようにちょっと書きすぎなところはあるかもしれませんけども、そのマクロ経済的に見たら大きな問題は生じてない。まあ、ミクロで見たらですね、誰も住んでないマンションできましたとかね、いうようなことで問題あるんですけども、まあ、個別に今そういうことは対処しているような状態だと思います。スモークなんかもそうですよね。で、じゃあ政府総債務っていうのは減らしている国があるのってないことはないですよね。ないことはないんだけども、中国ではサウジアラビア一国ぐらいで、それ以外にまあどういう仕組みか分かりませんけども、南太平洋の島みたいな、まあ、小国3カ国ぐらいは表に載ってきませんけども、政府総債務が減っている国はないではないですよね。だけども普通は増えて当たり前、その結果、先ほどこの外相の表にもグラフにも出てましたように、その年をごとにそのある国の政府総債務というのは、対数表示した方がいいぐらい、まあ、調整的に増えていくというのは、まあ、当たり前と、単調増加するのが当たり前ということなんですよね。じゃあその借金って一体何なのかという話なんですけども、まあ、この辺はそのマスコミ報道の先ほど出てますけども、財務省による、まあ、この辺は非常にいやらしいところなんですけども、これ実際にね、これちゃんと思ってる人いるのかなと思うのは、わざわざこれ書いてますね。自分がこう思うじゃなくて新聞があるんですよ。財務省によれば日本の国の借金は1087兆円、もう私はもうツイッターなんかでですね、日経新聞の記者さんあたりに、ね、何回とのように連合を買ってますから、その人も知らんわけないんですよね。だから財務省によればって、まあ、頭に書いて、国民一人当たり859万円の借金を抱えてますよ、まあ、比較的最近もですよね。だけど実際にはご存知の通り、日本っていう国は対外純資産がね328兆円ということで、27年連続世界一の、まあ、金を世界の各国に貸している国ということで、日本の国というレベルを取ったら債務はなくですね、その国の借金という言葉はですね、まあ、確かに政府の国という言葉は言い換えたりしますよね、国の施策とかでね。で、実際そのそういう意味での国というのは実は政府の話で、政府債務だから家計が借金を負ってるわけじゃないから、政府が借金を負ってるって話とは全然別ですから、国民、まあ、主には家計ですけども、これは債務者じゃなくて債権者だから、こういった借金が1人当たり859万円っていうのであれば、1人当たり政府への、まあ、債権が859万返してくれやという、同じ言い方で言えばそういう言い方ができるように、まあ、それはちょっと変は変なんですけどね、まあ、この言い方はいろんな意味で変ですよね。で、その借金を返さないという文脈に沿って今はどうしようとしているかというと、まあ、骨太方針なんていう話でですね、そのプライマリーバランスという、まあ、構造的財政収支ですよね、これを改善して黒字化しましょうというような話になって、まあ、プライマリーバランス黒字に持っていくという目標にされているんですけども、日本は結構頑張ってですね、なかなかプライマリーバランス黒字化したので赤字のままだから、まあ、2020年は無理かもしれない、なんか2025年には黒字化しようって、いまだにこっちを目指してこっちが動いてるんですよね。じゃあその間財政健全性指標、これ、まあ、先ほども出てますけれども、政府総債務を名目 GDP で割ったものなんですけれども、これはどうなってるかって言ったら増え続けてるんですよね。だまだまだ能力が足りんっていう話なんですよね。ところがすでにそのプライマリーバランスは黒字化してる国があるんですよね。それがギリシャ、悪い悪いと言われているギリシャは、その EU だとか IMF なんかの圧力でですね、外圧によって無理くりこのプライマリーバランスが、まあ、黒字化させられてるね、今は。で、その間どうなってるかっていうと、結局、まあ、本当会長がおっしゃってる通りの話なんですけども、政府総裁の割り算ですからね、
そのプライマリーバランスが黒字化することによって政府総裁分も多少減る方に動いてるんでしょうけど、それ以上に名目 GDP が減ってしまってですね、割り算するとどんどん増えてるんですよね。だから日本こんなの目指してていいのかと、高校一緒ですからね、まあ、こっちまで行ったって別に下がることないということなんですよね。だから一体何を目指してるのかもう よくわからないことをやってる。ギリシャみたいになったって経済良くならないし、当然名目 GDP が減るような状態になったら日本は悲惨な状態になりますからね。で、政府総裁も世界一増やしている中国はどうかというか、確かに財政健全性指標は確かにちょっとずつ悪化をしているんですけどね、それでもこんだけ頑張っている日本とかギリシャに比べるとはるかにマシ、大して増えてないんですよね。あとはもう政府がですね、歳出を増やして名目 GDP をガンと増やすことで、あんまりこの縦軸は増やさないうちに、まあ、国民がお金持ちになって、まあ、研究開発の成果も出るという方がずっと望むでしょうというふうに私は思います。でちょっとまたこれ話は別になるんですけども、これは日銀がですね、まあ、公開されているデータベースとして日銀資金循環統計というのがあって、例も比較的簡単にデータを取ることができるんですけども、家計純資産が、まあ、1980年以降しかデータ取れませんけども、そこからあと、まあ、ずっとどうなっているかグラフ化してみますと、まあ、ほとんど単調に増えてきてますよね。まあ、日本貧乏になっているという感じなんですけど、家計は意外なことに今いやもう1800兆円ぐらいまで来ていると思います。最近株高だったりしているので。だけど、まあ、データ取った2016年まで取っても1500兆円まで増えてきているということです。でこのグラフをめぐって2つ全く違う考え方があると。でそのうちの一つはですね、財政学者さんが非常に好むお話なんですけども、政府の債務がですね、家計純資産に追いついたら追いついた途端もう返す方法がなくなってハイパーインフレになっちゃいますよというのを、最近は今なんか聞かなくなりましたけど、まあ、5年10年前はこういう人ものすごく多かったんですね。で実際グラフ化してみましても、さっきから出てきているこの家計純資産とですね、その政府債務、これはそうなんですけども、結構似たようなグラフになってですかね。だからこの辺からでも危機煽ろうと思えばずっと危機が煽れるような感じになってたんですけども、最近どういうかはちょっと開いてきてて、まあ平行はしてるんだけども、どっちも増えてるんだけども、追いつくっていうのが言いにくくなって、あんまりこれ言いなくはなってきますね。でまあ、これが、まあ、でも財政学者さんは、まあ、これだからこそ消費税上げなくちゃなんていうようなことを言ってます。ところが同じこの赤いグラフ家計純資産に対してですね、もう一つその日銀資金循環統計で簡単に取れるのがですね、その経済主体として主なものは家計以外に政府、企業、海外、まあ、これ以外にもちょっと細かいのもあるんですけども、まあ、この4社がまあ主だった経済主体なんですけども、家計以外は債務を持ってますよね。純債務を持ってまして、まあ、当然政府も純債務を持ってます。で企業だって純債務を持ってますよね。で海外も日本の場合は日本がお金を貸し付けて債務を持ってるという状態なんですけども、まあ、ちょっと不思議な話なんですけども、この主要な純債務を持っている3つの経済主体の純債務を積み上げると、ずっと昔からですね、今に至るまで家計純資産とほとんど一緒になっちゃうんですよね。私最初にこのグラフ作った時、これ一体なんでやと実は思った、びっくりした記憶があるんですけども、その答えはっていう言いますが、実は答えなんですよね。誰かの資産は誰かの負債、誰かの負債は誰かの資産っていう関係になってるんですよ。いきなりこんなことを言われてもちょっと分かりづらいかも分かんないんですけども、これはその銀行何なのっていうのをですね、非常にもう原理から考えたら、もうこれ原理から考えたらさっきのグラフっていうのは非常に分かりやすいんですけども、銀行だけはノンバンクとか違うんですよ。銀行だけは何にもない、これ銀行のそのバランスシートだとすると何にもないところからですね、ペン先で今だったらパソコンでペペペッとこう数字を打ち込むのに書くとですね、A っていう企業がですね、ちょっと銀行さんお金貸してくださいってローンを申し込んだらですね、分かりました、じゃあ1000万円の組ましてあげますって言った時に、その相方となる1000万円の預金をですね、その企業 A の預金口座に振り込むってことができるんですよね。
そう、何もないところから、あの預金だけ持っているのが詐欺ですけどね、あのローンと並行でこう産んであればですね、バランスシートが、まあ、バランスしている分には別に全然問題ないわけで、これを見たそのトービンっていう経済学者がですね、まあ、コンテンペマネ、万年筆マネっていう名前を付けたように、要するに銀行員の点在からですね、お金が生まれてるんですよね。町の考え方ではですね、そのどっかからお金が預けられて、そのうちを一部貸してるっていう考え方が教科書に載ってるんですけど、それは間違ってますね。それが間違ってるっていうことを詳しく書いてあるっていうのが、この本なんですよね。新設経済金融の仕組みっていう、まあ、横山明夫さんっていうか、日銀の実務をやってた方なんですけど、この3章には、またがしみたいなことをするっていうのは間違ってて、お金ってこうやって生まれてるってことは、まあ、書かれてるんですけども、この関係はもう絶対崩れませんからね。お金が生まれた時には民間の銀行でも日銀でやろうが、例えば銀行と名前がつく以上はですね、誰かが借金することで誰かの預金が、まあこれどうせ使うためにお金を借りるんですから、その A っていう企業の預金通帳の中にはその長いこととどまってなくて、その従業員の給料になってみたり、その B 社への支払いに対して、それが世の中に回っていくわけですから、この部分を決心にかかったらですね、預金もなくなっちゃうんですよね。こっち戻るっていう関係があるんですね。 どこを取ってもですね。だからこれをマクロに積み上げても同じ話で、まあ、こうなるという話ですね。つまり家計純資産があるというのは、債務を負ってくれている主体があるからであってですね、これの人たちが一生懸命債務を返しにかかったら、これ自体がなくなると、ゼロに戻るという関係にあるということですよね。ということで、ちょっともう最後になりますけども、まあまあ、狙いはともかく、まあ、手段としては、例えば政府債務とかを減らすために消費税。